あの女、いつまで置いておく気だ。クワイエットのことか。市場は抜きにしてもスタッフの評判が悪すぎる。警備で近くに立っただけで病気がうつったとか、プラットフォームが怖くて歩けなくなったとか、わけもなく殴られたと言いふらしてるやつもいる。なんだ、ここはダイヤモンド洞窟幼稚園か。それがみんな本気で言っている。得体の知れない相手を前に集団ヒステリーが始まってるんだ。噂も含めればクワイエットの暗殺計画も数えきれん。冤罪だ、まるで根拠がない。彼女の身にもなれ。仮に捕虜とみなすとしても、いや、だったらなおさら人道的な処遇を与えるべきだ。ここの連中はもっと気高い精神を持っていると思ったが、確かにストレスの高い仕事だ。だが彼女をスケープゴートにすると。いや、それは違う。クワイエット、やつはサイファーだ。かつて仲間を殺されたスタッフもいる。彼女に限らないだろう。元は敵同士だったなど、ここにはいくらでもいるはずだ。それを押してみんなボスの元に集まったんじゃないのか。サイファーとなれば別だ。それにそのボスが一番の問題だろう。なぜ奴をかばう。おかげでボスを疑う声も俺も納得がいかん。だったらどうする。追い出すか、殺すか。彼女はサイファーへの手がかりだ。それに身体能力もすごい。戦力としても使えるはずだ。バカな。射撃精度や速さ、ステルス能力はもちろんだが、他にも分かったことがある。クワイエットは両目を同時に効き目にできるようだ。おかげで焦点距離の違うものを一度に見ることができる。片目でスコープを覗きながらもう一方の目で全体を観察できるんだ。だから彼女にはスポッターがいらない。どんな状況でも一人でやれる。見ろ、やっぱり化け物だ。誰の手にも負えないぞ。いや、一人だけ知っている。おい、ボスを危険にさらす気か。ボス本人に聞こうか。彼女をエスコートするつもりがあるか。気に食わん。だが決めるのはボスだ。ボスとならあるいはいいバディが組めるかもしれん。ふっ。